やったぜ。ドリーだよ、ドリー。でかい。すっげーかっこいい。これね、今これももちろんバーブレスフックなんだけど、外れちゃったんだけど、ドリーだよ、ドリー。でかいぞこれ。50センチはないけど45ある。この顔見てよ、顔。日本でこんなのっつったら剥製もんだよね。ドリーももう登ってんのかな、時期的に。ちょっとこれはでかいね。こんなんだぜ顔。うわあ、すっげえ嬉しい。レッドはどうしてもね、スナック気味になっちゃうんで。このドリーはでかいだろう。これだぜ。50はない、45。うわあ、すっげえ。レッドも嬉しいけど、まさかまさかのドリーまで。こいつね、一回跳ねたのよ、多分映ってる。いや、一瞬紅酒がまたかかったんかなと思ったんだけど、緑色に光ったからドリーだと思って。いやー、これ20分オーバー動画になったけど、いや、これはでもいいでしょう、価値あるでしょう、これ。この顔だぜ。いやー、そしてこのヒレピカピカです。純粋なもうワイルドって顔してるよね。どうしようかな。ドリーファイアダン結構美味しいんだよね。紅酒に一匹でっかい方逃げられちゃったんで。いやー、ドリーだよ。ちょっとこの子には僕の餌になっていただきます。おー、嬉しい。ドリーだよ。これはすごいね。もうドリー登ってるみたい。1匹目は口だったけど、2匹目はね、ちょっとヒレらへんにね引っかかっちゃったんだ。で、こいつはもうバッチリ食ってた。見て、この恐竜顔、かっこいい。いやー、いい動画撮れた、よかった。